はい、今回ですね、バンテックのジル520の方をホーナさんに、紹介をねしていただこうと思います。すいません、じゃあ失礼します。え、いいですか、入っちゃって。はい、大丈夫です。すいません、あ、ごめんなさい、早速なんですけど、これステップあるですね、はい、そうなんですよ、出かけたら勝手に閉まるんですなんかすげえステップがある。すいません、お邪魔します。はい、結果もね、ちょうど今見えてて、まるんぽさんに今回ですね、ジル520をよろしくお願いします。今これ、このこっち側の席ですね。これ、あ、ここまであれなんですね、席なんですか。そう、これちなみに何人定員なんですか。保護者定員は6人。6人の6人収支。シートベルトとかはここまでって感じなんですか。あ、そうですね。あ、じゃあここはもうあくまでもそれ以外で座れる席みたいな。はい、へえ。これちなみにここって純正でこの形なんですか。多分純正でこの感じですね。これ広いんですね、じゃあこれ結構で、こっちが2人の、そっちが2人。そうですね、基本的にはこの席がじゃあシートベルトありの席になる、はい、そうです、そうです。ちょっと気になったんですけど、このテーブル分厚くないですか。分厚いなんかこれめちゃめちゃ重たいですこれ、うん、もう一個見なかった。よく見たらここ足元段差あるんですね。これ思ったより遠いですね本当ですか。思ったより距離ありますねこんな感じで動くんですか。はい、動きますへー、はい、これ結構便利ですね。今のやつ結構外したりして。これカーテンとかってこれ純正ですか。純正です。レースみたいなカーテン、はい、へー、あ、これ純正なんですね、はい、レースのカーテンってあんまないですよね、うん、このレースの隙間がこう照明になってるんですよ。はい、間接照明になってて、って結構間接照明多いですよね。多いです3年ぐらい前に見に行った時に間接照明を施してる、はい、あのブコンっていうのが多分ジルぐらいやったと思うんですよね。それが決め手になったっていう見た目で決めましたねそうそうじゃあすいません、ちょっとシートレイアウトが結構変わるということなので。そうですね、ベッドになるような感じですか。あ、そうなんですよ、結構広めになるのでちょっと展開してみますね、はいはいはい、あ、どうも。こんな感じな。これ純正ですね。ちゃんと作りが。そう、こうなってるので。あ、冷蔵庫が。なるほど、はい。これ結構広いですね。そうです。もうここで寝てますよ、ね。だから。丸子さんと身長いくつぐらいですか。180ですね。180の方が寝るとどんな感じですか。180、そうです。あ、全然広いですね。小さいお子さんとかいたらね、全然。あ、全然いけますよね。はい、こっちでも。はいはいはい。じゃ寝れるの。はいはい、あ、これが拡張マットがオプション。あ、そうですね、ここはオプションです、はいはい、あ、ちょうど色が変わってるところがオプションになるんですね。そうそう、これマミーさんが作ったんですけど、え、これこういうやつじゃないですか。違うんですよ、これあのワンちゃんがいるので撥水するようにカバーを。いやいや、これはちょっとクオリティがこれはオプションですよそうです、ちょっと色が違う、はい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 、この色が本当に純正の色ですね。ありがとうございます、はい、で戻すときはこれは普通にバラバラにして。そうですね。あ、はい、そうですね。毎回やってるんで。これあれですね。先ほど慣れもありますね。あ、そうですね。それはありますね。これちなみにそこの引き出しみたいな。あ、ここです。下駄箱。靴が入るんですか、ね。はい、靴が入るようになってますね。まあ何を入れてもいいんでしょうけど。はいはい。あと下と。結構深いですね。はい。で下はまあ FF とかも出てくるような。あ、コンセントありますね。はい、あまり使わないですけど、あんま足元にコンセントあるんですね。そこに電装が入ってるんですね。そう、奥にバッテリーとか全部入ってます。無駄なくですね、これ結構もう詰め詰めでただメンテナンスはしやすいように作ってくれてますね、はいはいはい、ごめんなさい、ちょっと一個気になったのがあって、はい、座席のレバーって言いますか。これこっちのレバーはグライニングするんですよ。座面が動くんですか。あ、そうです、こうやって。へぇー。で、こういう風にすると斜めに座れる。確かに、この分、リクライニングしてることになりますもんね。そうなんですよ。すごいっすね、こんな機能があるんだ。はあ、初めて見ましたね、これ。久しぶりに見ましたねここにもなんかポールみたいな肘置きみたいな、はい、ものがあって、まあ、うちはあの、補助マットを使ったりするので。あー、もうじゃあ最初から。取ってますけど、はい。はい、すいません。そしたらちょっと棚の方って見させていただいても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。どんな風に使ってるのか。はい。このエントランス上は、ファブリーズが入ってたりとか、ね。ああ、はいはいはい。ペット用のワンちゃんの、はい、シャンプー。あとは、はい、女子が多いので、ドライヤーとか、そうですね、マルヘアアイロンとか。マルポケはそうですよね。そうです。感じですね、こちらの方は。下の段もあるんですね。ここはそうですね。ちょっとした何も入ってないですけどね。はいはいはい。で、これ、はい、棚も、ダンパーになってるんですね。あ、そうですね。ここ違いますよね、これになってると。こちら触ってみてもいいですか。はい、大丈夫です。あ、ちゃんとしてますね。ちゃんとしてる。
で、これで、それでロックするかな。ほぼお金かかってますね。これ上にやられてるのはこれは何ですか。これ実はですね、これはもう普通にこのベンチレーターの、ああ、外気あれですね、入ってこないように、カバーと、その断熱のやつなんですけど、液が入らないように、ああ、挟んでってことですか。そうそうそう、はい、挟んで使ったりとかします。違います。全然違いますね。全然変わります。で、こっちが棚が、1個なんですね。棚自体は1個なんですね。そうなんですよ。こっちはエアコンが入ってるので、こんな感じです。あ、結構綺麗にはまってるんですね。そうちなみに使うときは開けた方がいいとかあるんですか。ああ、ないです。もう閉めたまま。はい。あ、じゃあもう外観上あんま目立たないように、そうですね、このカバーがしてあるみたいな。はい、してる感じですね。で、こっち側はじゃあ棚なんですか。はい。こっちはね、はい、お菓子とかこれ絶対必需品なんで。ここも同じようにこの下に、あ、そうなんですよ、全部あるんですねこれ、はい、で、あ、ん、はい、座席の上についてるこのスピーカーはこれオプションですか。あ、オプションですね。これじゃあ前と連動してるような感じですか。あ、してますね、はい、後ろの方が音がいいということになってます。確かにそうですね、はい、それはカムロードあるあるあるですよね。そうこっち側のこの棚が、はい、こちらの棚はですね、一応こう換気扇になってて、そのダクトが入ってるのと、まあまあこういうポット、あ、まあ普通に日常で使う系の、そうですね。この換気扇すごくスマートですね。そうなんです。こんなスマートな換気扇あるんですね。うん、純正なんですよね。へえ。最初からついてます。照明もついてるんですね。はい。おお、すごいですね。はい、これ結構吸います。焼かないですよね。ああ、そも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 使うことがあんまないっていう。そうですね。でもあの、はい、ワンちゃんのお肉を焼いたりはたまにするので、はい、その時に使ったりとかしますけど、はいはいはい、まあまあでも吸ってくれますね。あ、じゃあ全然あれば便利アイテムです。そうですね。まあオプションやったら多分つけないですよ。スパンありますからね。そうそう、ここもう真上にあるんで。確かにそうですね。で、ここは棚じゃなくて電子レンジが入ってるんですね。そうですね。標準ですか、電子レンジ。電子レンジは多分オプションやったと思います。あ、これオプションなんですか。はい、まあ、こういった、はい、あの収納か、まあ、電子レンジを入れるかみたいな。ああ、そうですね。確かに人によっては収納の方がいいっていう人もいそうですもんね。そうです。あ、下にめっちゃ棚あるんですね。下めっちゃ棚ありますね。すみません、このキッチン周りの棚も見せていただいても大丈夫ですか。ああ、大丈夫です。一番上は、はい、これワンちゃんグッズですね。ワンちゃん中心になってますから一番いいところに全部で、2段目がまあこまごました。ああ、はいはい、まあ、はい、ここも日用品が多いですね。そうですね、やっぱり、はい、が一番下もそうですね。こういうボンベとか袋とか、はいはいはい、お皿とかです。でもこれでかいですね、棚。でかいですね。深みありますね。あ、一番下だけちょっとやっぱでかいんですね。そうなんですよ。ガスボンベとかも立って入るので、はい、結構便利ですよ。ああ、そうですよね。あ、はい、スライド式になってて、ああ、これ便利ですね、はい、これめっちゃ便利。あんまり入ってないですけど。これも標準でついてますか。これ標準ですね、はい、いいですね、作りが綺麗ですよね。ここはそうですね、ここはもうこういう洋服が入ってますね、ハンガーラック。これも最初からですか。あ、そうですね、標準ですね。で、下がこの、はい、ギャレーのところのガスですね。CB が入れるようになってて、奥にボイラーが入ってるんですよ。あ、ここにボイラー入ってるんですか。4リッターぐらい入るので、あ、じゃあ全然使えますね、はい、普通に。はい、ジンは汚いな。使ってない。実際のところは、はい、これでは使わないですか。あ、これはもうほぼ使ってないですね。だからもう本当に買ってから 2,3 回使ったぐらいちゃいます。はいはいはい、もう開かずの扉じゃないですけど。ずっと蓋閉まってますね。このむしろこの上にワンちゃんのものが置いてあったりとかするので、これ水は結構使われますね。そうですね、水はむちゃくちゃ使いますね。ここで一応混合線でお湯を使うことができて、はい、まあ、生活用水ですよね。でこっちは清水用の、うんうん、これなんで2つあるんですか。まあ、清水用の水を入れるっていう感じですね。こっちは生活用水で水道水を入れるみたいな感じ、はいはいはい、でこっちはまあ例えば飲み水を入れたりすることもできるし、お家で水素水を清水タンクに入れて水素水が出るようにしたりとか、まあ、最初だけですけどね。めんどくさくなるんで。ほぼこっち使ってないですね。飲み水はもうあのペットボトルで。まあそうなりますよね。そうなります。ついてる、これも初めて見ましたね。水栓が2つあるっていう、まあ、珍しいですね、見てても、ね、はい、結構これまた深いですよね。そうですね、まあ、広さがあんまりないかなっていう感じはしますけど、はい、それちゃんとそう、あ、それで閉まってこんな感じですね。これ結構
あ、でも重たいですね、はい、結構しっかりしてる、しっかりしてますね。あ、じゃあ走行中なんかガタガタするとか。あ、まあもう全くないですね。すいません。で、このラックはこれ純正です、純正です。これもう本当に使ってる感が一番わかりますよね。ハンドソープとかあったりそうですね、やっぱりまあ今時ですよね。アルコールがあったりとか、はい、スパイスラックだと本来はなんかこう調味料みたいなのがよくピンカーショーとか並びますけど、実際はこれですよね。そう、実際はもうこれですね一番使いますよね使うし使わなあかんっていう。そうですね。なるじゃあまずちょっと電気周りを見ていきたいんですけども、このボトルニックはこれは純正ですか？ああ、純正ですね。インバーターも純正です。ベバストはオプションですか？ベバコントローラーはオプションですね。ヒーター周りは全然もともと入ってるってことですか？入ってます、入ってます、はい、でまず一旦あれなんですね、電気のメーターが来てて、はい、でよくよく見るとあの照明がめちゃくちゃついてるじゃないですか。細かいですよね。そう、細かいですね。ジェルの照明って、はあ。これら照明っていうのが集中してるわけじゃなくて、結構ばらけてるんですよね。ディスコしてる。あ、間接照明。この部分ですね。そう、ここですね。あ、なんでフロアなんですね。フロアです、ね。これ分かりやすいですね。最初からこういうやつなんですか？あ、ステッカーは、はい、オプションで売ってるんです。だから各その車両ごとのステッカーっていうのが売ってて、標準で言うとこういうの貼ってないので、この銀の、そうですね、あの何も書いてない、記載されてない感じですね。書いたってこと全然おしゃれですよね。わかりやすいようにこうなんかしてくれてるので、こうやってウィンドウやったらここの窓のカーテンのとこですね。そうですね、この間接照明になりますし、はい、隣のサブやったらそのエアコンの上のここ。ああ、はいはいはい、すごいっすよね。細かいっすよね。結構細かく、そうですね。この冷蔵庫の上についてるのはもう結構ここは集中的にダーッと電気でいうとこの3つになってて、メインのギャレーの上の電気、あ、キッチンで書いてる上の部分は上の間接照明です。ポンプ、これなんですか？そのポンプの電源とボイラーの電源。上昇ですねここはオレンジに光ってくれる感じですね。へえ。後ろの方にもまたこういうスイッチがあって、はい、チルーム、おトイレとかの。チルームがそこなんですね。間接照明めっちゃついてますね。すごい気になってたんですけど、はい、奥のあれって、あそこに照明があるんですか？はい、間接照明。バンクベッドの一番奥にあるんですね。いや、これちょっとすごいの見つけちゃったんですけど、このバンクベッドのここって、コンセントがあるんですよ。はい、そのバンクの人とかもスマホを充電するとかね。はいはい、あ、で、ここにもこの照明があるんですね、スイッチが。そう、めっちゃおしゃれですよね、作り方が。ちょっとさっき触れちゃったんですけども、このエアコンは標準装備ですか？はい、まあ、標準装備ですね。X ファンも標準ですか？標準ですね。まあ、もう多分色だけが、今オプションでグレーに変えてますけど。ああ、この電子レンジはオプションで。オプションですね。後付けですね、テレビは。じゃあこのテレビはオプション？あ、そうですね。台だけついてて、テレビをつけるつけないっていうのは。あ、台はついてるんですか？台はついてますね。じゃあ選べるってことですね。あ、そうですね。持ち込みしてくださいみたいな。おうおうおお、結構動きますね。こうやって。え、これ結構使いますよ、テレビって。あんま見ないですよね。やっぱりそうですよね。最初だけっすよね。まあ、ただそのなんか、パソコン使ってこうなんか、喋ったりとかするときは、モニターとして使って。テレワーク用みたいな。そうですね、ここいい、いい会議室ですね、これ。そうですね、そういう使い方もやっぱりできますよね。冷蔵庫も結構大きいですよね。そう。中身とか見て。大したもの入ってないですよ。大きい、めっちゃありますね。普通、横とか縦に入るんですよ。上の冷凍庫も大きいなので、大きいもありますし、夏はアイスクリームとか、いっぱい入れますね。冷凍庫も大きいですね。そうなんですよ。まあ、まだまだこのぐらい。ちなみに冷蔵庫は標準。標準ですね。あ、だからこの85がもう。あ、そうです。で、この冷蔵庫のいいところが、外に排気の、ないんですよ。あ、いらないんですか？いらないです。そうですね。本当に何でもついてますね。マルチルームを見せていただきます。はい。うん、ああ、結構がっちり作られてるんですね。でももう標準なので。本当のこれ部屋ですね。よくあるマルチルームでここ自由に使えますよみたいな、完全に作り込まれちゃってるんですかね。そこでもうね、はい、女性陣はさ、メイクをしたり。取り合いがあるしね。はい、この鏡の前が取り合いなんですね。そうですね。この水栓もお湯が出るので、混合線なので。これですか？はい。へぇー。電動のカセットトイレですか？あ、そうですね。標準ですね。組み立てちゃんとシャワーパンもこの水のあれが切ってるんですね。水が流れるように。そうですよ。で、このところにシャワーがあるので、ここ。ここですね。そう。で、しかもこれなんかまた、ちょっとおしゃれな。ちゃんとした。チャラい感じですよね。まあ、ここももちろんお湯は出ますので、はい。これも標準なんですか？これも標準ですね。すごいですね。ジルって何でも入ってるんですね。ちなみに使ったことあります？ 2、3 回ですね。ちゃんのために。足洗ったりとか。ここでは使わないですよね。開けて、そっからシャワーを。
出して。そうですよね、ここにあるからこれ開けて出せるんですね。そうですね、出せます。普通にここで使えそうですけどね。乗れるのがみんな嫌みたいな吹き上げがめんどくさいっていう感じですね。マルチルームでかいっすね。何これあ、今発見しました、ね、今発見しました。これですか。あ、そうですね、コンセントがあります。あ、本当だ、すごい。ここ結構棚がちゃんとあって、で電気もなんかそこにセンサーのやつがついてて、まあ夜間とかでしたらスイッチ入れといたら入れたりとか。あ、入れるので家ですね。トイレはでもむちゃくちゃ使ってますよね、やっぱり。僕はあんまりですけど、はい、女性陣が夜とか雨の日とか、はい、ですよね。はい、ありがとうございます。ベッド関係をやりたいんですけども、はい、これ、はい、イランベッドです ね、 そうですね。上は使ってない感じですか。最近、まあ、サラちゃんと行くことが多いので、はい、上は荷物を置いたりとか。実際そうですよね、実際荷物がこう。ここにも照明あるんですね。これコンセントもあるんですね。これすごいっすね。ジルってやっぱこの辺がレベルが違いますね。上に棚がついてたりとか、なんかここで寝る人を想定してますもんね。それぞれカーテンがあったりとかもするので、足がしっかり守れるというか。ここにレール走ってますね。これがそのまま引っ張れるようになってるんですね。その場合ね、もう子供たちもみんな大きいので、はい、ある程度やっぱりね、プライバシーの空間も必要っていう。はいはい。これじゃあ下は普通に使われてる感じですかね。使ってる感じですね。めっちゃいいっす、これ。ちゃんと。なんかちっちゃい棚もあって、下はしかも窓がたくさんあるんですね。これ上のこれなんか開くんですか。はい、持ち上がるんですね。これ持ち上がる、上を上げてることの方が多いですね。これどこまで上がるんですか。目いっぱい。あ、すごいですね。あんなか外すとかしなくたって最初からこうなるんですね。あ、そうですね。これは広いですね。下のベッドめっちゃ広いですね。めっちゃビップルームですね、こっち。そうそうこっちビップルームなんですね。あとはまあそのベッドの下からこう収納のアクセスがあったりとか。この下が、うん、こうなってる。結構アクセス簡単ですね。雨降ってる時とかの物の出し入れとかが楽ですよね。バンクベッドなんですけど、はい、ベッドは長いですね。一応転落防止の噂の上に行くやつですね。ワンちゃんが落ちないように。もともと僕ここで寝てたんですよ、ワンちゃんと一緒に。こんな感じで簡単にこれも設置できるんですね。標準ですか。オプションです、ね。あ、これはオプションですか。はい。バンク広いっすね。お子さんでこう縦でもいい。全然行きます。寝てみましょうか。一番奥の照明、ああなってるんですね。全貌が見えましたね。あ、普通に入れましたね。何？え、これ結構広くないですか。奥行き結構ありますよ。丸子さんって180ぐらいありますよね。はい、180ぐらい。横でも普通に本当大人男の寝れちゃうんですよね。ちょっとごめんなさい、こんな広いと思わなかった。だったら3人行きますもんね。あ、行きます。上高さもありますもんね。あ、でそこのカーテンがついてるんですね。さーっとこう、ね、その照明そこだったんですね。バンクは一応ここで渋谷だ、はい、あ、ありがとうございます。また結構奥まで行くんですね。ここまで行くの。ほんまこっちが純正のカーテンなんです。これ純正でついてるんですか。そうです。これめっちゃいいっすね。これ純正ですね。結構簡単にアクセスもできるし。そうですね、出入りは結構できますね。そうですね。ありがとうございます。はい、そしたらちょっと外回りも見させていただきたいんですけど、オーニングはこれは標準ですか。標準ですね。この換気扇があの真ん中のですね。はい、これなんですか。これあのワンちゃんのリードをつけるリードフックですね。これはオプションでつけてもらってるんです。でこれ外コンジルから電気を。あ、そうですね、はい、チェックボルトの電源が、はいはいはい、こちらから使うことができますね。これはもう完全にオプションですよね。あ、オプションですね。結構欧州はあったりしますから、 あんま日本のやつ見ないですよね。そうですね、見かけることは少ない。後ろもこれバゲッチャーは普通のアクセス。そうですね、ラダーは標準なんですよ。これは標準なんですね。サイクルキャリアはオプションです。特徴的なのがこの裏側にある。本当は収納というか引き出したり、でそれを外してっていうのがついてるんですよね。はい、発電機がついてる。ちゃんと入るんですね、こんな。そう、使うことってそんなにやっぱり少ない。災害の時とか実際使われたことはイベントしたりするので、はい、イベントをする時はあの活躍してくださりましたけど、これ以外はあんまり使うことないです。普段ピンも使わなくても邪魔にならないですもんね。若干やっぱりここが低くなるので擦りやすくはなりますね。これでまあ取り外しもできるよっていう。これはもう iBOX といってあの防音されてるんですよ。ただ音はマシですね。これをどっか持って行って別のところで使うこともできますし、あ、ホタテンじゃないですけど持ち運びができる、ね、持ち運びできるんで。あ、で室外機。これカセット。そうですね、カセットですね。給水の方、はい、給水と、はい、これって何ですか。あの生活用水の給水ですね。何リッターぐらい入れるんですか。54リッターぐらいですかね。
こっちが燃料タンクのところですね。あ、ここは一般的なカムロードと一緒なんですけど、あとはまあ先ほどの水タンクを、はい、排水するときですね。あ、中身捨てるときですね。そう、はい、まあここで回したら出ます、はい、これ標準なんですか。これはオプションです。あ、これはオプションでつけれるんですね。はい、そうですね。だから楽っすよね。そうですね。明らかにこれ外コンですか。外部電気です。あ、これこういう形のやつです。さして普通に受けは 100V。 あ、そうですね。で、最後にちょっとお伺いしたいのが、ビルの520を買って、まあ、良かった点を1点と、ちょっとここだけはな、みたいな、もう少しここがこうだったら良かったな、みたいなデメリットというか、もしあれば教えていただきたいんですけど。デメリットで言うと、はい、まあ、何不自由ない設備ですね。はい。すべてのものが、はい、欲しいものがついてるっていうところがメリットだと思いますね。はい。はい。で、あとデメリットで言うと、はい、まあ、エントランスの扉が、はい、薄っぺらい。やっぱり冬場はこっから冷気が入るので、断熱材をしないと、はい、やっぱり結構こう、山手に来たりとかすると、大きく影響するっていうところはありますね。まあ、バンテックさんも、新型のコルドリーブスとか、改良された分厚いタイプになってきてるので、もう変わると思いますね。あ、なるほど。時を見てこう、だんだん可能性が。そうですね。薄い分、その、足元、こう靴を置いたりとかもできるっていうところはメリットですけど、車中泊しないとわからないですよね。もう最後で申し訳ないんですけど、今ちょうどこの見えているステッカー、ボンポさんのステッカーの下にこの白いボンズキャンパーで、今マルンポさんが着てるロゴはボンズキャンパー、ね、そうですね、ロゴはボンズキャンパー。このボンズキャンパーっていうピングカーのレンタル会社ですよね。そうですね。今4店舗です、ね、何台ぐらいあるんでしょう。10台ですね。あ、多いですね。キャンピングカー10台ってなかなか多いですよ。キャンピングカーレンタル会社さんも運営されてる、そちらの方もチェックしていただければと思います。お願いします。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。